コールの前にここで発表があります。まずはリンリンからお願いします。はい、私がマリーナブルーとソロを兼任することになりました。わあ、何か一言どうぞ。一言ソロも見に来てくれると嬉しいです。絶対行くよ。はい、そして2つ目、あかねからお願いします。はい、私ふたばあかねはアンタレスプロモーションを退所いたします。そしてそれに従ってソロ活動を終了いたします。これからからの、はい、これから、あ、そうやね、これから、そうだね、次のステップって言ったらいいのかな、に行くために一旦ソロ活動を休止して、まだアイドルをやりたいという気持ちがあるので、またこの場所に頑張って戻ってこれたらなと思っています。どうやってまとめたらいいんだろう。だからしばらくは、さあね、しばらくはソロ活動を終了させていただきます。で、また戻ってくる機会があれば、マリーナブルーは、マリーナブルーでいいじゃん。だから一旦、一旦休止終了になります。はい、それに従ってって言ったらいいのかな。 B チームがしばらく活動休止になってしまいます。でもなくなったわけじゃなくて、またな、新しいメンバーの子とかが入ってこれれば B チーム復活できるので、それまで待ってていただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。お願いします。待ってるよ。なのでこの3人での B チームとしてはアンコールが最後の曲になります。思い出一つ言う3人でのどうぞ。まずはね、高田社長からこう助っ人として出てくれないかっていうお話をいただいて、ちょっと何ヶ月だろう、3ヶ月、9月から、あ、違う、9月、今9月だ、6月、そう、3ヶ月間の限定として出させていただいて、なんかね、グループ活動っていうのは久しぶりで、なんかこんなにソロとは違ってまた楽しさが、なんか違った楽しさで、なんかね、すごい3人で頑張れてよかったなって思いました。ありがとうございます。リンリンはなんかある思い出。あかねちゃんが B チーム入る前ってあんま喋ったことなくて、なかったよな。そう、なくて、でちょっとわ気まずいなみたいな思ってたけど、やっぱ葵ちゃんと仲良しやから、なんか性格も似てるし、なんか話しやすいなと思って、よかった、仲良くなれたのが良かったです。良かったです。小学生の感想ありがとうございます。あ、葵か、考えてなかった。なんやろう、なんか1部とか2部とかの間に結構時間があるときに、なんかいっぱいおしゃべりしたのが楽しかった。超普通じゃない。みんなごめんね。ね、次が最後の曲やな。はい、なんか日本語が出てこない、噛み締めて歌いたいなって思います。言う最後の曲って。はい、それでは
Wチーム活動休止の最後の曲となってしまいました。ありがとうございます。それでは最後まで楽しんでいきましょう。聴いてください。 Only You。アイドルユニットマリーナブルーでした。ありがとうございました。
会場お待ちしております。